こんばんは。今も言いたところは生活的避難区域ということですが、私が住んでいた双葉郡の富岡町は警戒区域に入っておりますので、いまだに法律にのっとって入れる日が決められて、そして入らなければならない地域になっております。したがって私はまだ今3回目の帰れる時期に入っているんですけども、実際に私は昨年の10月の18日以降自分の家には戻っておりません。2回だけ法的なことで入っております。ただその警戒区域に入る前に日の道のままで出てしてしまって通知を一つ持ってきませんでした。したがってその警戒区域に入る前に一番多分放射能値が高かったろうなと思われる4月6日と最後の日、4月8日の午前0時までですね、その時間に入らないともう入れないということに罰金取られますので、入らないということに国には定めましたので、その前に最後の入り方をして当座間庭だけのものを準備して戻ってきたということが現在今の生活につながっています。で、私は仮払いの賞金とかっていうことで東電からあって、それだけは請求しましたけども、その後精神的な保障ってことで1人10万ずつ払うってことであるんですけども、実際に私は請求をしておりません。したがって自分の預貯金を切り崩しながら今生活を続けている中です。なかなかその保証もこちらが要求したようには出してくれないっていう現状があります。これが現実ですね。ですからお金をもらうからですとかそんな中身じゃないです。それから携帯の方から先行ってしまうわけですけども、この現地で事故によって家族は寸断されております。一緒に住める人はほとんどいないんじゃないかと思います。私の家族の場合も、一番最初の時は一緒に逃げてました。しかし父は特労に入ってましたので施設長が連れて行ってくれてました。そして今はおよそ200キロ離れたところの特労に預かってもらっている状況です。月に何回か行くとなると往復300を超えるわけですね。なかなか私も今62歳ですので一体でなくても行けない状況が続いております。で、私は今のところ家族が3箇所に分かれて生活している状況です。私の家はなんていうんですか、実家と言われるこの辺で何て言うんだか分かりませんけども、代々続いている家なものですから、ボンプレになると地元でなくて東京とかそちらから親戚が集まってくるような家なんですね。その寄り所がもうなくなってしまった。うちがなくてもそれなんですよ。なんとも言えないですね。1年間過ぎましたけども苦しんだったです。この後の自分たちのうちの再建ということまでは何にもできてないんですよ。仮設にいる人、仮割れ住宅にいる人、親戚の児童様になっている人、本当に様々です。全国に散らばっております。双葉郡の人口は約7万なんですが、福島県から今避難生活を続けている人たちは16万人を超えています。16万人を超えています。県民の総数は約200万人。ただこの避難生活を続ける人は、これからどうなるか分かりませんけども、子どもたちは残る確率が年々減っていくのではないかなと思います。現実問題として双葉郡にある学校、私の住んでいるところは子どもたちが1300人いました。1300人って県の教育委員会が学校を立ち上げないと廃校にする、こういう脅しがかけられたわけですね。したがって馬の手でなきも学校を立ち上げたけども、子どもたちは1300人中の小中合わせて70名ほどが戻ってきているに過ぎないのです。これが現実です。
もちろん立ち上げることができな、できない地域もあるんです。で、去年の震災の時に60校が休校だったんです。高校も含めて建てないとこになりました。高校はで今太郎郡もまだ立ち上げきれない地域もありますし、立ち上げたとしてもそれぞれの仮の場所で学校を運営している状況です。私はもともと学校の教員だったものですから、どうしても子どもたちの今後のことも大変心配で、今もこうやって動いているわけですけども、子どもがいない地域社会などは考えられないんですよ。ここをやはり考えてもらいたいなと本当に思います。そして若いお母さんやお父さんたちは自分の子どもを守りきれるのかということで不安をものぞいている状態です。それはなぜかというと、もちろん私たちはもう帰れてないんですけども、帰れない地域に今なっているわけですけども、ここの地域というと、ここ伊達市とか福島市とか二本松市、郡山市と、まあ、福島県でしてみれば本当に中枢都市なんですね。大きな町です。何十万人も住んでる町ですが、飯舘村も大変な状況なんですが、この市内のところ中通りといいます、東北新幹線のあるところです。そこのところが非常に放射能気が高くなっているんですね。ここのところで今子どもたちは生活しています。ただし先ほどの16万人の中には出ていった方とかが多くなっているという現実ですね。去年の夏休みの時点で2000人以上の人が、子どもたちがこの市内から抜けております。家族ともともとということになればもっともっとになると思います。現実に増えることはありませんので、どんどん出ていく人が増えていっている状況です。こんなことが、まあ、周りにありまして、ちょっと元に戻しますけども、じゃあ双葉郡はこの震災が起こった時にまずどういうことが起こったのかということなんです。で、福島県の全体でしてみますと、3月11日というのは福島県は中学校の卒業式があった日なんです。で、卒業式はだって午前中に終わるんですね。どこの学校も午前中に終わるので、地震が起きたのが2時46分ですから、式が終わると卒業、この新しい3年生はもう校舎から出たんです。ただ1年生は片付けをしながらまだ校舎に残っている子もいる、そういう状況の中でこの地震が起きてしまう。そしてその富岡町、私が住んでいる富岡町のことを言いますと、その地震と同時に電源が全部落ちてしまって電気がつながらなくなりました。したがって情報が全く入らなくなったんです。これは浜通りといっても様々でした。同じ双葉郡でも電源を消失しなかった地区もありました。でも私たちが住んでた富岡町は電気が通らなくなりましたので、テレビ塔のニュースでその内容を知るとか、これは全くできなくなったんです。そして地震の私は、私は後で聞いたんですけども、東電の社員の家族と子どもたちは、当然はそういうことっていうことが一番早くキャッチできる人たちですから、いち早く子どもたちを連れて逃げたそうです。しかし私たち一般の住民はそういうことは全く知らされなかった、知らなかったです。で、11日の夜はそれぞれの人、知った人は多分出たと思います。私たちは知らなかった人間の一人ですから、知る由もなく、その晩は幸いというか不幸というか、息子も東京から帰ってきてて、家族4人なんですけど、父親は施設に預けてますので、先ほどのように4人なんとか大丈夫な方のうちを選んで、私のうちが比較的10年ぐらい経って10年ぐらいだったものですから、こちらに来て一人を過ごしたという状況です。夫のうちは築80年の旧家なんですね。そういうことでもう大変物資もやられてて危ない状況だと思うんですから、そんなということで11日は過ごして、その後12日の朝、
候補者が回りまして、富岡町民はこれから支度ができ次第車で行く人、車のない人はバスを出しますので、町の町民バスですね、ですからたくさんはないです。それを金ピストリントで出しますから、どこどこに集まってくださいっていう、そういう放送を書いてあります。で、それをする人は大体簡単に車を乗ってますので、車で移動する人が多数だったんですね。それで川内っていうと一本道なんですよ。富岡町から川内に来るには一本道しかなくて、その道を通るしか行けないんです。富岡町のほとんどの住民がそこを利用しなければならなかったので、通常だと川内に到着する、そこの指定された場所に行くのには20分ないし30分かからないんですね。かからないのに町民がそこまで行き着くまでにかかった時間は6時間を超えました。これが大丈夫です。もうすでにその時にはこの爆発は起こってたんですよ。そういう状況です。そして北場線というのは鉄鋼の道路が整備されてまして、相馬から、いわきまでの間に国道6号線が走ってまして、それと同時並行で、浜街道、そしてその6号線の後ろ側に山麓線といって、これ全部いわきに通じるようになってるんですね。こういった道路があって、しかも舗装されてきちっとした道路です。これがあってしてもなかなかこの地震では対応できなかったです。6号線は私の住んでる隣町の奈良浜町のところで寸断されて全く通れなかったです。私も行ってみたら途中から通れないので戻ってきたんですけども、大体このぐらいの差で道路が切れてたんですね。したがって知ってる方は第二原発の方の原発の近くの道路、こちらを通っていくという形を取って岩木に逃げられた方もおります。実際にだから地震が起こると何が起こるかわからないということですね。思いもよらなかった道路の陥没、切れです。何台も乗り捨ててありました。結局切れてるとわからないから行ってで起こって車が車輪が破裂してしまって、そのまま動かなくなった、そういう車も何台も見ましたので、これは本当に良いじゃないって思いました。私はその戻りますけども、川内村に12日の夜6時でした。もうとっても通れなくて最後の方で出てきましたので、6時について、川内の一番端っこ、山側の方のところ、川内の外れの集会所の方にお世話になりまして、三五郎が爆発した後ですね、16日に川内全村民も出なさいという指示が入りましたので、川内村民とお世話になった私たち富岡町民が一斉に郡山市のビッグパレットというところに避難場所を移した次第です。そこで避難生活が始まったです。ただ私はそのビッグパレットには行きましたけども、もうこれ以上生活続けられなかったんですね。それで続けられなかった理由はあるんですけども、このままいたらばとても自分の健康も含めて無理だっていう判断をしまして、いわきの方に逃れました。で、いわきでなんとか生活できないものかなと思って行ったんですけども、いわきも大変な状況で、まずガソリンはありません。そして水もないんです。あるのは電気でした。電気だけだったんです。お店は閉まって買えません。行った日は何も買えませんでした。ましてや避難場所から逃げてますので、食べ物一つもないんですよ。これどうしよう、水もないんですね、買えないですから。水道もストップしてますので、で、いわきは水道の回復が遅れたんです。2ヶ月後でしたね、4月半ば過ぎてやっと戻ったんですね。長かったですね。これがその最初の過程です。で、私はいわきに逃れたんですけども、やっぱり
もう生活できない、ガソリンも手に入らないし、そこに住んでた人間ではないので、周りが分からないわけですよね。と、買い物するのにも困るしってことで、兄弟、弟が行って、千葉の方にいたもんですから、もうそれでは無理だから、とにかく何とかして、東京に戻るってこと言われて、19日です。19日の午前中、千葉に向けて出発しました。これまで大変でした。長蛇の列でした、東京方面。皆さん、逃れたんですね。いわきの人も、3分の2ぐらいの人が逃れていました。周り近所、車はあるんですけど、人の姿がないという状況です。車は2台、3台、多い人たち3、4台持ってますから、家族一人一人が難聴を持ってますので、一人一人ないと、交通の便がないですから、車しかないんですね。車社会ですので、車はあるけど、人影はないというのが、いわきの状態でもあります。原発事故が起きると、こういうことになってしまうんだなってことです。今まさに、福島県の中でも浜通りが、このいわき市と、ここが六市町村でこうつながってたんですけども、今、ここが全然通れませんので、いわきから相馬に行きたいとなると、いわきからまず郡山に出て、そして福島まで行って、相馬に行く。こういうことなんです。今もその状況です。全く道路は使えません。そういう状況で生活をして、1年をもう優に過ぎてしまった状況です。こういう現実をやはり知っていただきたいなと思いまして、私はここにお邪魔した次第です。そして、経済、私たちのところも過疎地で、双子が何て言われたかというと、福島県のチベットと言われているところです。7万人生活しているんですが、チベットです。そういうふうに言われている形です。そして、私たちのところもそうなんですけども、私はここはやはり出稼ぎをしないと生活が成り立たなかった地域なんですよ。原発ができて、働く場所もできた。ただ、この人たちばかりではありませんよ。友達の仕事をしてらっしゃる方は。よその地域からも来てましたけども、やっぱりこれが経済国家だっておっしゃってましたけども、実際に事故になってみれば、あの経済は何だったんだろうな、というふうにおっしゃる方が増えましたっていうのを、ほとんどの人がそうなっちゃいましたね。俺たちはバカだったんだろうか。一体何だったの、国も東電も信用してたのにな、裏切られたよな、元に戻れちゃっても戻れないよなっていうのが今の双葉郡の人たちの気持ちです。私誇張して言っておりません。私は年寄りも抱えてますので、やはりいつどうなるかわからない状況が今も続いておりますのでね、嘘つきとか始まりませんので、で、年寄りの方たちが本当に犠牲になっております。豊岡町は1年間に100何十名の方が普通亡くなるんですね、病気とかなんかで。でも今回の震災、この原発事故で、震災と津波だったらば死ななかったらではないかなっていうふうな思いを強めております。なぜならこの震災の3ヶ月間になんと200名を超えてしまったんです。亡くなってなられた方。で、この犠牲になった方っていうのはほとんど病院に入ってらっしゃる方、入院されている方と高齢者です。助けられる命も助けられなかったっていうような話もありますが、そしてその浜通りは津波も起こっている。自然災害ならば助けられる命だったんですね、実際問題として。ところがこの原発事故が起きて、地震と津波が起きた次の日に全町に出なきゃならなくなってしまって、助けられる人も助けられなくなったっていうのが現状です。で、今も高齢者の方の亡くなり方はスピードを増してきております。亡くなるだけじゃなくて、本当に
けども、高齢者の病気が進む方、精神的な、それが増えております。で、自殺の問題、先ほど出てきていましたけども、自殺者もどんどん増えています。年寄りばかりではありません。若い人は、やっぱりこれからの生活を危惧して、自分の将来を悲観して亡くなっている方も出てきているんです。で、私は1ヶ月の間に、今年になってから、1ヶ月の間で5回、葬儀がありました。非常にびっくりしました。そして去年亡くなられた方の葬儀も今やってる状況です。もちろん地元には帰れませんから、それぞれ避難先での葬儀です。で、私は仮設住宅に自分の親戚もいっぱい入ってます。そういう中で、なかなか会うことができないんですが、電話でこの更新で今は済ませてるような状況です。遠いです、皆さん住んでらっしゃるところが。同じ福島県でも本当に遠くて、なかなか聞きができない状況なんです。そういう中での生活がずっと続いています。で、お年寄りの方は、とにかく放射能は手もいいから、早く家に帰りたいんだわ。これなんですよ。私もその気持ちわかりますよ。私も、10代、20代だったらそれはできないけども、まあ、せいぜい生きても10年、20年だったら、なんとかなるかっていうのは思いもありますから、私たちは戻るかもしれないし、今は戻れる状況じゃないですけども、ただ今、高齢でいらっしゃる方、70代、80代の方は、あと10年も20年もないわけですよ。自分の立てて、うちの畳が死ねるんだわ、死んでんだわっていうんですよ。わかりますよね。仮説では死にたくない。これなんです。これが現実です。私たちは本当にがっかりしたのは野田首相が12月に収束されました。あの時はメルトダウンとスルーで地元の人がそれ全部してますから。嘘ばっかり言ってるって。なんで看板を下ろして野田さんは今度俺たちのこのために動くって言ったら嘘だかなって本当に思ったんですよ。これ本当なんです。だから今までは推進派に回ってた人たちが、俺らは本当に予測されたよな。これが今の現状だと思います。それから復興支援も含めてなんですけども、今東電には3兆超えるお金が入ってるんですけども、先ほども言ったように私にたくまだ出せない人間もいっぱいいるんですね。そして、私たちの保障はまだ進んでない状況です。それが今の生活であります。ですから、本当にこういったことが今現実起きているなということを皆さんにお知らせしたい。現実の姿を見ていただきたい。ということで私を今回お邪魔させていただきまして、皆さんと共に考えて、子供たちの未来のために負の遺産をやっぱり残したくないんです。私たちが苦労したことは皆さんには経験させたくない、来てほしくないんです。これを伝えたいと思ってきましたので、あとご質問いただければと思います。よろしくお願いします。